オレステイスと出会うヘルミオネー。ヘルミオネーはギリシア神話に登場する女性である。長母音を省略してヘルミオネとも表記される。スパルタ王、メネラーオスとその妻ヘレネーの娘。パリスによるヘレネーの誘惑によって始まったトロイア戦争で両親が敵味方に分かれていた間、ヘルミオネーはおばのクルタイムネーストラーによって育てられた。トロイア戦争の前に彼女は ベネラーオスの命によって、いとこであるオレステスと婚約していた。しかし、トロイア戦争の戦場において、彼女の父は、アキレウスの息子、ネオプトレモスを参戦させる代償として、ヘルミオネーを嫁がせることを約束してしまう。トロイア戦争が終わると、ネオプトレモスは、ヘルミオネーを得る権利を主張して、彼女を、自国、エーペーロスに連れ去った。やがて、 ヘルミオネーとネオプトレモスがトロイア戦争で得た愛称アンドローマ系との間で争いが起きた。ヘルミオネーはアンドローマ系に子ができたのに自分にはできないことについてアンドローマ系が魔法をかけたせいであるとして非難し、ネオプトレモスが不在の間に父親メネラーオスの手でアンドローマ系を殺そうとした。しかしメネラーオスは殺害に失敗し、そのためヘルミオネーは ネオプトレモスの元から逃亡せざるを得なくなった。ネオプトレモスがまだ戻る前に、かつての婚約者オレステイスが現れ、ヘルミオネーをエーペーロスから連れ去った。オレステイスはネオプトレモスと戦い、ネオプトレモスはデルポイで死んだ。ヘルミオネーはオレステイスの妻となり、死死を産んだ。ありがとうございます。